はい、今回はですね、プロテスト直前の元飛鳥選手のレッスンです。どうなの飛鳥、調子は？調子は実際すごいあんまりよろしくないんですけど、あとそしてなんかコロナで試合があんまりなくて、ですごい緊張してます。緊張してます、はい、実際じゃあ、まあ各番手とかその問題点とかってある？テストに向けて。ドライバーはそこまで悪くないんですけど、やっぱりグリーン狙うときピンに結構狙いがちで、それでなんか結構アイアンとかで自分の思った通りに打ててないなっていう。打ててない。じゃあちょっと7番アイアンとドライバーで2つちょっとスイング取らせてもらって、現状の確認と、まあ、テスト前だから最終的にはその距離計測をちゃんとやってデータ渡して、まあ、試合に向けて仕上げるっていう感じかな。じゃあちょっとまずスイング取らせて、はい、はい、じゃあ見てみよう。まあまあ、まずいいとこ当たってますと。 0.64 度インサイドアウト、まあ、ストレートですよと。入射角 4.5 ダウン、まあ、適正ですよね。フェース2パス 2.8 クローズということは、まあ、ドロー回転入ってるはず。クロージャーレート 303.67rpm、まあ、これも許容範囲内の少ない方、平均値よりは。このアドレスライとかはね、もう背に関係する、身長に関係するから、 13.13 度トーアップ、これはもう背が高い人はこのトーアップ量は、まあ、手上げてる人とかもそうだし、身長高い人はこの辺っていうのはトーアップ量は少ない。ここはもうしょうがないよね。この辺もグリップスピードの減速位置とかも今日明日変わってるとかそんなことは絶対ないから、まあ、今どういう感じかっていうのを見てみようと。私の場合手前で減速する時が多い。うん、これはもう前からです。アイアンはでもどういうミスが多いの今？左、ちょっと左なんか、強く風とか吹いて強く振ろうとした時とかに、体がいっちゃってるのか分かんないんですけど、結構左にいっちゃうこととか。左にダフリとトップだとどっちのミスが多い？でもトップの方が多いです。でもトップの方が多いのか、はい、そっかそっか、そっか。これはどっちも出るみたいな。ダフリもトップも？あ、いや、左に行くのも出るし、まっすぐ行ってもちょっと当たり薄くてトップみたいな球も、なんかその左を怖がって打つとトップみたいなの出ちゃう。まあまあまあそうだね。そのミスっていうのは必ず左があれば、その裏には、まあ、上級者っていうのはこの左が多いんですって言っても左だけじゃないじゃん。左を防げば右が出るし、ダフリが出ればダフらないように打つから薄い当たりが多くなるっていうのは、まあ、これは全ての上級者に言えることだよね。だってその片っぽのミスのだけのわけがないからさ、どっちの方が多いかっていう話は確かにそうなんだろうなと。ちょっと向こうでもう一回見てみよう。この足の体重移動とかもダイナミックでしょ。もう単純にこうポン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 みたいな、これ蹴ってるから最後右に体重が移動したっていうことになってるわけですけど、すごくこう力強いね、こう勢いのある体重移動ですよね。体全体でクラブをスイングしてるっていうのが、この体重の動き方をもってしても見て取れる。最も大きいのは、実はこれはですね、このホリゾンタルのこのでかい山っていうのはインパクトの後の最後立ち上がる時に使ったフォースなんで、飛鳥のこうメインはトルクです。ここを切り返した時のホリゾンタルの左への踏み込みっていうのはそれほど強くない。でもちょっと一時期よりやっぱり上からクラブが入ってるね、背負い投げみたいになってる。表現が悪い。表現が悪い。もうちょっといい表現。これは必要だから出てるモーションって言ったらいいのかな。今ちょっとトップオブスイングがクロスに入ってきて、それをグッてグリップをこう前方向に持っていくために今のような動きになってるって言ったらいいかな。でこれででも左プルね、上から刺さって左プルが出るとしたら今の動きの入り方がまあ原因だっていうことが言えるよね。でも普通こういう風なね、上からのモーションになってくると最後バーティカルでこう入ってくる選手っているわけ。でもこの後にグッてこう体の距離を離して空間を取ってる人が多いわけですよね。それは上から入っても体が最後縦方向に伸びることによって
まあクラブがその結果シャローに入ってくるっていう動きを作るから、このままもし手元が低く入ってくると結構左プルしちゃうと思いますね。これはね前よりちょっと上から入ってるかな、そういう気はする、うん、します。そこは気持ち悪く感じる？感じます。あ、じゃあここ直した方がいいかもね。やっぱり背負い投げ直す。当然今このクラブは、まあ、ワンピースというかこうボールの前方方向を指してるわけだけれども、それほどたわみがあるわけじゃないですよ。今クロスに入ってるのを前に、そうクラブはワンピースに降りてきてるの分かりますよね。でもこういう感じで動いてるの分かるかな。こうで最後ワンピースに入ってくるんだけど、これだと左プルスするんですよ。だからこの切り返しの時の動きっていうのを、まあ、いかにもうちょっとおとなしく少しシャフトよく1本分2本分みたいな表現をすると思うんですけど、今のものよりは少しだけ低いラインから入ってくるってことを練習するかということですね。はい、うん、どう？降りてくるライン随分違うの分かるかな、うんうん、もともとこういう動きの雰囲気はあるけど、今の方がより大きいの分かるかな。はい、ここはねちょっと防いだ方がいい気がしますね。でこれが今です。どう？ちょっとつま先寄りにこう体重がかかっちゃってるでしょ、うん、でほら上から入ってるの分かるかな、うん、だから力強くトルクをこうかけてるっていう見え方はできつつも、もうちょっとだけ切り返した時にクラブが低いラインから入ってくるとかね、シャローなポジションから入ってくる方がよりこう入射角の問題とかも含めて解決できるのかなという気はしますね。どうやってやるこれ直す時、例えばじゃあ自分が今こういう症状になってるなって言ったら、こうなってるから、うん、なんかこここういう感じ。もうボキャブラリーが少ない。いやでも大体そんな雰囲気ではいいと思います。はい、一回こっちこっちに来て。まあこれドリルでも何でもいいと思います。あの例えばツアー会場でやるとすれば、こういうところによくこうシャフトとか置いて、まあなんとなく振るみたいな。そう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 。まあこういうその強制軽いね、軽い強制的なやり方っていうのも一つ方法としてあると思います。インパクトゾーンマスターです。まあこれインパクトゾーンに置いて、まあ、王道でいけばですよ。もうテスト前だからなんかもういろんなこう小手先のことではなく、王道で直していくと、まあこの当然ながらボールはあんまり大きくねじりたくないわけですね。今これ一番幅広くしてるのでどうってことないです。いやいやどうってことないです。いいよ。で例えばこうツアー会場だったらポコってこうやって置いて、めっちゃ怖いんですけど大丈夫大丈夫ちょっとイメージしよう。本当に当たんないですかこれ。ちょっとトップ行ってみな、トップ後ろ鏡見てみな、うん、で降りてくるもう一回で後ろの鏡見ながら確認して、うん、どう降りてくる、そうもう一回トップ行って降りてくる、はい、じゃあ打ってごらんボール見て、ゆっくりでいいよゆっくりで、どっちが怖かった？こっちとこっち。こっち気になりますこっちちょっと何回か練習してて最近。あ、最近練習してるのね、はい、あ、分かってるのね、はい、じゃあちょっと練習打ってごらん、はい、こっち怖いか、なんかイメージちょっとこっちから私の中で入るイメージあるから、うん、すごい怖いです。あ、そこがね、基本的に、まあ、ゴルフスイングっていうのはこう斜めな立体というかね、クラブは斜めで動いていくでしょ。でその最後最下点にあるこのゾーンはもし仮にワンピースで振られてれば絶対にこれに当たらないんですよ。絶対に当たらないの。だから内側から入るっていう風にこうイメージを取ってしまうと、最終的にはインサイドアウトになったり、クラブがこうスティープからこう手元が浮いたりとかっていう癖が出てくる可能性があるの。だからこれだけだと不十分なの。これにあのシャフト2本でもいいよ、自分のクラブでもいいし、このスティックでもいいから、これ今ちょっとたまたまここにあって厳しいものをやってるけれども、必ずこれとこれをワンセットにしてやった方がいいと思いますね、うん、あまりにもこう極端にならないように、うん、後ろ見て鏡見てそう動きチェック、そう
はい、じゃあ見てみよう。決してその飛距離が上がるっていうテーマでは実はないんだけども、実際プロテストになってくると距離が例えば数歩飛んでもあんまり大きなメリットにはならないじゃない。それよりはその入りが安定してるとか、思った通りに飛ぶって方がはるかにメリットがになるよね。飛距離とかはさ、中長期のテーマだから、短期で言ったら曲がんない方が全然いいよね。一番変わったのはシンプルにどう？切り返し以降の動きは当然良くなったと意識できてるよね、どう？おとなしい。おとなしいしワンピース感があるでしょ。でこのシャフトを手前側にやって練習してました、そうすると内側から入るイメージだからこれが怖いですっていうふうに言ってる、そこに問題があるじゃん。これがあったら内側からインサイドアウトのパス、こうやってイメージ取ってるんだよね、これがあって。でもそれだとちょっと今やりすぎだったり偏りが出る可能性があって、通常この練習やるときってこれとワンセットでやる方が偏りが発生しにくいんだよね。だから今のようなこのこれを刺すだけじゃなくて、あとここにクラブ2本置いて、そのインパクトエリアがインサイドアウトになりすぎないようにやらないと偏りが発生してまた大きな問題が出る可能性がある、まあ、これぐらい丁寧な練習をしてれば あまり大きな偏りは出ないのかなと。で今ちょっとこういう動きを練習して、体に少し馴染んできたらちょっと距離計測やろうか、はいはい、いいじゃん。でもそうするとちょっとこうプロの、ね、感覚ってすごいんですよ。シャフト1本分低く入るとうわすごい感じいいわっていう感じになるの。でも別にそれは誰しもが同じじゃなくて、ちょっと上の人がシャフト1本分低く入るだけでそのかなり調子が上がったりするような世界なんですよ。だから映像的にその相対的にあるプレイヤーがここだったらいいみたいなのじゃなくて、その選手にとってどっちにずれてるかっていう方がはるかに大事ね。よりさっきよりはね、そうだよね、なってない気がするね。そうそう、自分で今感じてるもんね。ちゃんとこう構えて最後のこう降りてくるときに、まあ、今上からポンと当たってるんだけど、それがもう少し低いラインからワンピースで捉えられるようになってくると、当たりの安定感とかアイアンの切れ味とかっていうのが圧倒的に良くなるから、そこはもう映像的にも確かにコンディションがいいときと比べると今は上から入っていてプルが出やすい。だからそのプルを嫌がって右が出るっていう、薄くハーフトップするのも上から入りすぎたハーフトップだから、これはもう明らかですよね。そうそう、こんなん極端に動かなくていいんですよ。もうちょっとだけ直ればうわすごい入り良くなったみたいな感じだから、もうそんな感じ。それかもしくはそのティーを今上から入ってるから、こういうティーをレベルで打つとかっていうのも効果があるしね。ボールだけを、うん、まあなんかこう上から入るとティー叩いちゃうわけ。さっきの動きだと天ぷらするんですよ。だからいい入射角だったらこれが捉えられるとかね、こういうのも鉄板の練習ですよね。そう、いい角度から、まあ、低い角度から入ってくるとかね、この辺の表現方法はいくつもあると思いますけど。簡単？いや、さっきやったから当たる。当たる。OK。じゃあちょっと一回休憩して、この後後で距離計測しよう。じゃあちょっと体なじませるためにさ、もうちょっと練習してて、はい、あとは距離計測見せます、はい。はい。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。Instagram、Twitter でも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。